新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが連休明けの今月8日に5類に引き下げられ、新型コロナ対策もマスクの着用と同じように個人の選択と判断に委ねられます。新型コロナ対策の中枢でかつてない事態に立ち向かってきた人たちがこの3年を振り返りました。永田記者のリポートです。今月8日以降、マスクの着用など基本的な感染対策は個人の自主的な取り組みがベースとなります。一方、医療提供体制では受け入れ病床の確保や感染対策を目的とした施設の整備支援は続けますが、対策本部による患者の入院調整は廃止となり、これからは医療機関同士で調整を行います。これまで公費負担だった検査や入院にかかる医療費は自己負担となるほか、無料の PCR 検査は終了しますが、ワクチン接種に関する公費負担は来年3月末まで継続します。これまで全て把握していた新規感染者は、他の感染症と同じように県が定めた54の医療機関における定点把握に移行し、感染が拡大すれば注意報や警報を出して注意喚起します。5類となるのに伴い廃止されるのが入院待機ステーションです。新型コロナの感染拡大で病床が逼迫し、入院が必要な患者がすぐに入院できない状況を前に設置されました。医師や看護師などが常駐して緊急性の高い患者を見過ごさず、医療機関の負担を軽減し救急体制を支えてきました。入院待機ステーションの立ち上げに尽力したのが県の対策本部の菅野歩美さんです。重症化しやすいデルタ株が流行した第5波の時期でした。待機ステーションの方はやはり24時間稼働している救急医療的なところがあったので、緊迫感を持って。菅野さんは DMAT と呼ばれる災害派遣医療チームの医師とともに対応に当たる中、目の前に直面している危機を改めて思い知らされました。納体袋を用意してるかって言われて、納体袋って亡くなった方のご遺体を入れる袋なんですけれども、医療が逼迫して本当に医療にかかれなかった時にはここに運び込まれるということもあると、自分も腹をくくらないといけないんだっていうところがすごくショックというか、気を引き締めないとっていうところで思ったところでした。5月7日をもって入院待機ステーションは廃止されますが、今も自宅での療養が難しい患者を受け入れています。これまでに施設で一時待機し命をつないだ患者は2033人に上ります。県の対策本部で医師らとともに患者の入院調整を担ってきた久高仁さんです。デルタの頃の波が辛かったのを覚えてまして、どっちの波ももう波が高くなると入院できなくて、かなり患者さんは苦しむし、僕らも入院先を案内できなくて、無力感に苛まれるわけですけど、県は独自に開発した感染者の入院状況をリアルタイムで確認できるシステムで医療機関との連携を進めてきました。システム上で受け入れ病床がゼロを示す中、症状の重い人の命を救おうとする医療機関の踏ん張りを肌で感じました。沖縄県の医療の底力みたいなものもありまして、なんとかこじ開けて受け取ってくださる病院もあったりしてですね、もう本当に医療機関の皆様の理解と努力があって、なんとか乗り越えてきたのかなと思っているところです。今月8日以降、
多くの人の命をつないだ入院調整の機能は役目を終え、今後感染が拡大した場合は医療機関同士で調整を行います。このような新型コロナによって整備された医療体制はレガシーとして今後の災害などの対策に生かしていくことが求められます。次のもし災害や別のパンデミックとかが起きた時には、当然この経験を生かしていかなければいけない、どうにかして形を残して次につなげないといけないなとは思っているところです。制度が変わることで混乱が生じることを踏まえ、カンナさんの班では患者の受け入れなどについてクリニックへの説明会などを開いています。制度が変わるときには混乱まではいかなくても、やはり皆さんが今まではこれができてたのになんでっていうのとかも絶対あると思うので、トライアンドエラーとかをしながら修正していかないといけないのかなと思っています。新型コロナを乗り越えるために作り上げてきた仕組みは一旦手放すことになりますが、新型コロナは決してなくなったわけではないと肝に銘じる必要があります。はい、県の新型コロナ対策本部は一旦この5類の移行に伴って役目を終了するんですけれども、重症化リスクの高い人と接する福祉施設の職員を対象にした定期検査、そして施設内の療養体制の支援は継続していきます。そして発熱者の相談窓口は発熱コールセンターに統合され、看護師を配置して24時間体制で対応することにしています。県保健医療部では今後また大きな感染の波が起きた場合、入院待機ステーションを再び立ち上げられるよう調整していきたいとしています。